4番の田村光昭、3番の羽賀信康、7番の千原博之です。そして2センター、ここから2番手は峰口が一気にスパートしていく。さあ能見も突っ張ろうかという感じですが、最終ホームは能見と峰口の力比べになった。さあ能見突っ張る、これをねじ伏せようという2番手は峰口司で、最終1、2コーナー、さあ北里が今日はマークを取って、最終2コーナーからバック能見広本、峰口司、さあ並んだ体勢で最終バック、外2番の峰口が捉えたか、5番手は北里亮、あとは4番の田村が切り替えるか、直線コース、峰口司追いすがる北里亮ですが、峰口司合輪、そして5番の北里、3番地抑えましたが一旦ペースを落としている6番の北里亮、4番富永正久です。5写真ほど車間を空けて巻き返すタイミングを伺う5番の稲毛智也、最終ホームに帰ってきます。さあここから5番の稲毛、こうなると徳吉も突っ張っていく。さあ5番稲毛、1番伊豆谷、7番の橋本はついていけない。スピードの違いであっさりと蹴りをつけた5番の稲毛智也、1番伊豆谷直也です。3番手以降はもうこれは大差開いてしまいました。稲毛と伊豆谷、ここは2人の世界になって第4コーナーから直線コースに帰ってきます。稲毛智也か伊豆谷直也が食い下がりますが、今日は稲毛が振り切っての合輪です。そして1番伊豆谷、3着どうでしょう。6番北谷か、あれ北谷亮ファン TV。 最近いいんですよ、このパビオっていうインスト。これ俺も今履いてるんですよ。これ縫い付けが違うけど、普通に置いとってこういう形になったんやな。そうなんですよ。すごいね。すごいんですよこれ。本当に。タビオ。ちょっと試しに、ちょっと右でちょっと入ってみる。はい。これ補正もちょっとあれなんですよ。特殊なんですよね。はい。これいいんですこれ。なんか普通の靴下まっすぐやけど。そうなんです。ちょっとこう、ね、こっち外側にこうなってるでしょ。うん。はい。すごいなこれ、力が入るようにこういう縫い付けしてある。そうなんですよ、ちょっと特殊な縫い方してるんですよね。なるほど。でもパフォーマンスは絶対上がると思うんで、これ上がりそうですな。ちょっとぜひともちょっと次の競争、じゃあ楽しみにしてるんで、はい、いいの紹介していただきました、ありがとうございます。レイチェル君、着きましたね。着きましたね、やっと。頑張りましょう。はい。特進止めるんでしょ。特進止めてきます。はい。はい、皆さん見てください。これいるらしいんで。はい。それでは、向こう町経理、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。1番が福井の長澤和道です。2番が岡山の坂本智也。3番、福岡の北里亮。4番、岡山の長谷俊明。5番が奈良の関谷哲平。6番、地元京都の窓場鹿野俊。そして7番が福岡の徳吉正春。以上のメンバーで4レース2つ目のチャレンジレース選抜競争を争います。スタートの体勢整いつつあります。近畿のトリオと福岡の2社、
岡山の2人、坂本と長谷がちょっと選手紹介、意思表示微妙なところがありました。人気は5番の関谷、1番長澤、近畿両者折り返し発走いたします。構えての号令、五歩一発、4レースのスタート、2つ目のチャレンジレース選抜競争、ここはシャバンユリ、1番長澤和道です。2番坂本智也、6番窓場カノト、4番長谷俊明、7番手の徳吉は現在5番手、3番北谷亮、福岡のコンビ、そして最後方から5番の関谷哲平、関谷が2コーナーを立ち上がってポジションを上げていきます。さあこれで前段近畿ラインを形成しようというところ、1番長澤和道が5番の関谷を迎え入れました。さあ連日123期の新人相手に先行勝負、予選は見事に逃げ切り、準決勝は特別勝判かかる相手に見事先行出作して3着と見せ場以上の走りを披露しました。この関谷哲平です。1番車長澤和道が番手回り、狙われる可能性もありますが、当然ここは譲れないところ、地元の大ベテラン窓場がラインの3番手、そして2番車岡山坂本智也、4番やはり岡山長谷俊明です。岡山勢には目標がなく苦しい戦いなんですが、この局面をどう打開していくんでしょうか。これで7番の徳吉正春は前から6番手、徳吉も連日123期の稲毛相手、昨日の準決勝は先行策を見せました。さあ関谷相手に徳吉の出方作戦、気になるところです。3番北谷亮を連れて、さあ徳吉北谷が揺さぶりをかけていきます。関谷が突っ張るか、一旦車下げるか、残り2周回、ここは関谷が突っ張って徳吉はこれでいわゆるブーメラン、もう一度6番手体勢を立て直します。終始中段が岡山勢、坂本智也と長谷俊明です。さあ坂本が追い上げた、坂本が一旦インを切る、坂本智也が一旦インを切って、関谷は2番手で鍵を聞いている、関谷は徳吉の動向を指揮、おっとインに潜り込んだ5番の関谷です。長澤がちょっと連結外したんですが、どうでしょうか。さあ5番関谷の後ろをめぐって、2番坂本、1番長澤でマークラスイ、後方からかましていく7番車徳吉、徳吉のかましが決まっていくんですが、3番北谷が離れて7番徳吉の後ろ、番手にはまって5番の関谷哲平です。さらには3番北谷亮と、ここはラインが乱れて1番長澤和道、6番窓場カロトシで最終バックから3コーナー、7番徳吉正春、三者審査、懸命に5番の関谷が差を詰めてくる、直線コースに帰って徳吉が持つかどうか、関谷哲平、関谷が最後追いすがるんですが、7番徳吉、5番関谷、はい決定です。1着7番、2着5番、3着3番、払い戻し金です。2車た お疲れ様です。レース後サロンメンバーさんとの打ち上げです。この店はですね、昔 YouTube、 僕の YouTube で家族と来たことがあって、で僕の希望でここの店にしました。まあみんな動画で見たことある店なので、まあ、聖地巡礼的な感じでね、まあ、相変わらずこの中華料理屋さんは美味しかったです。暑い中皆さん応援に来ていただきましてありがとうございました。あっか、国内初のね、競輪コミュニティっていうのね、僕やってますんで、興味のある方は概要欄から覗いてみてください。今日の動画は以上にしたいと思います。ということで、皆さんの車検が的中しますように、いってらっしゃい。